南口ホーム、鹿原駅は埼玉県熊谷市新井堀にある東日本旅客鉄道高崎線の駅である。当駅の高崎寄りに車両基地がある。また、当駅より北の高崎線の一部駅は15両編成に対応していないため、当駅を始発、終点とする列車や夜間大泊などの留置運用を 伴う列車で15両編成で運用される列車は、当駅で必ず高崎より5両の増結、切り離しを行うことになる。2004年3月13日から2012年3月16日までは、車両の連結を兼ねて、上り1本のみ特急列車が停車していた。当駅を奇襲点とする湘南新宿ライン、上野東京ラインも多く運転されており、熱海、小田原、大船、 横浜方面でも、籠原はきの列車が見られる。また、首都圏で行われる年末年始の終夜運転も、当駅までの運転となる。高崎線における定期ダイヤの最終列車も、上下ともに当駅までとなっている。当駅、熊谷駅の駅間距離は6 6トルで、これは高崎線では最も長い。当初所在地名から、 ニ堀リ駅と名付けられる予定であったが、同じく貨物駅を兼ねてあった東京都の日暮里駅と混同される恐れが出てきたため、付近の障子名を取って、カゴハラ駅と名付けられた。ただし、障子名は、小森原であったという。開業以来ながら口名と駅名が合致しない状態であったが、熊谷市民や近隣住民は、駅一帯を指して、カゴハラと意識してきた。2007年10月、 籠原中央第二土地区画整理事業により、当駅南口ロータリー以南の一定区域の地名が、籠原南に変更され、初めて、籠原が、市名の直後に来る表の地名となった。当駅北も籠原中央第一土地区画整理事業により、籠原がつく地名に変更される見通しである。かつては、籠を略字に置き換えた、籠原という表記も多用されていた。 現在では、駅構内、列車内での旅客向け案内では、完全に見られなくなっている。近隣にある案内板のごく一部の作り替えられずに、古くから残されているものに、過去現役の表記が残されているほか、古くから、ある店舗名に一部残されている。島式ホーム2面4線の地上駅で、橋上駅舎を有している。当駅は、直営駅であり、管理駅でもあるが、当駅は、 自液のみの単液管理となっている。丸スタンマツの設備がある。緑の窓口、指定席券売機、自動券売機、自動改札機設置。バリアフリー化済みである。2016年3月10日より、始発から午前6時30分までの間は、遠隔対応のため改札係員は、不在となり、一部の自動券売機のみ稼働する。また、隣に、 熊谷貨物ターミナル駅ができる前は、秩父鉄道の山が、知里線が接続していた。2019年度の1日平均乗車人員は14,920人で、ある。高崎線熊谷愛北では、高崎駅に次いで、第2位。近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通りである。E サイトか原2011年3月20日。 北口に3階建ての駅ビル、E サイトかごは開業。駅周辺は、熊谷市の路上喫煙マナー条例により、喫煙禁止区域に指定されている。南北各ロータリー内1カ所ずつの未喫煙所が設けられている。北口駅前広場は狭く、路線バスが広場には入れなかったり、国道17号から通じる通りも昔ながらの狭い道路となっていたが、南口前に引き続いて、 土地区画整備事業が進められ、2018年3月頃に新しい広場が暫定開放、2019年3月18日に完成した注釈し点ん広報資料、プレスリリースなど一時資料。ありがとうございます。